さすがですよ。やっぱりキャンドル一本でここまでのし上がった男、謎だったですもんね。キャンドル・ジュンさんが出てきた時ね。鳥羽シェフの前にもですね、若手俳優と浮気をしていたんだけれども、なんとかも見消しましたみたいなことまで暴露しちゃって。キャンドル・ジュンさんの記者会見が斬新だということでですね、そこについてですね、考察をしていきたいなと思ってます。どういうことかと言いますとね、2、30名ぐらいいたんですかね、記者さんが。記者さんからの質問は、自分の横に記者を呼んで、もう対談をするかのようにですね、みんなに晒しながら質問させるという、これがね、ネット炎上業界でですね、非常に今話題になっておりまして、僕なんか多分、プロ野球参入の時のですね、すごい記者会見、どちらかというと好意的な感じの記者会見からですね、東京地検特捜部に、強制捜査に入られた時の、もうみんなに攻撃される記者会見、全部僕こなしてきましたけれども、普通の人の神経でですね、不祥事があった後のですね、記者会見ともう本当メディアスクラムで、全員が敵みたいな感じで、敵もですね、もう自分は完全に匿名、もう何十人何百人っている中の一人なんで、もう匿名、ネットの匿名、性みたいなものに守られてるかのようにですね、攻撃をどんどんネチネチやってくるんですけれども、質問者がですね、壇上に立つとですね、こう、自分も攻撃されてるように思っちゃうんですよね。なので、割とこう対等に、記者の方もですね、たくさんいる記者の側で質問してるとですね、非常になんか大船に乗った気持ちでですね、質問ができるんですけれども、これ逆に攻撃される側に立つとですね、途端にその、記者の人たちもですね、弱ってしまうということで、これは使えるなと思いました。僕もね、次何か大炎上して記者会見をしなきゃいけないような事態になった時は、キャンドル・ジュン方式で記者会見やろうかなというふうに思ってます。いや、さすがですよ。やっぱりキャンドル一本でここまでのし上がった男。さすが、その、メディア戦略っていうものよくわかってるなと思いました。なんていうのかな、割り切りですかね、割り切り力。この辺が渡部さんとキャンドル・ジュンさん。この割り切り力ね。もう広末涼子に離婚切り出されたと。そしたらもうそれ全暴露して、してやれっていうようなですね、この利用の仕方というのがね、素晴らしいのか素晴らしくないのかわかりませんけれども、なんかよくわかんないけど売れてる人というのはですね、いろんなところに工夫をしてですね、なんていうかな、合理的に割り切って動いてるんだな、僕もまだまだだなって思いました。謎だったですもんね、キャンドル・ジュンさんが出てきた時ね。という、彼なんですけれども、その、広末涼子さんと、僕も知ってる鳥羽シェフが、塩の鳥羽シェフですね。いやー、まさかね、鳥羽さんだったとは、みたいな。ミシュラン一つ星シェフ知ってるかもと思ったら鳥羽さんだったっていうね。はい。なんか、大変そうだったんで、励ましの言葉を、かけておきました。いろいろ、大変そうなんですけれども、広末涼子さんの方が全然稼ぎ多いと思うんで、今回ね、もう CM 全部飛ばしってすごいな、みたいな。違約金4、5億と言われてますけれどもさ、どうなることなんでしょうかね。とはいえね、ビッグネームなんで、広末涼子さん、またね、復帰したら、さらに、この不倫報道で、そんなに、バカが、メーカーさんとかに多分クレームの電話とか入れまくると思うんで、それで CM 全部降板みたいな話になっちゃったんだと思うんですよね。でも、ネットフリックスのドラマとか、ピエール滝さんとかね、サンクチュアリで素晴らしい演技してましたけれども、コカインですからね。はい、もう不倫よりも重いんだけれども、もう復帰して、めちゃくちゃ、相撲部屋の親方役ですごい素晴らしい演技してましたけれども、僕、その働き方変わってくると思うんですよね。実際のとこ CM って、ものすごい儲かるんですよ。CM の現場って、僕はほら、フジテレビにね、ヒエダさんに、嫌われてるんで、フジテレビが出禁になってるイコール、民放の CM、出れないんですよね。で、昔実はソフトバンクのお父さん犬シリーズあったじゃないですか。あれでマツコデラックスさんとかとですね、共演した幻の CM があったりするんですけど、電通から話来て、で、ソフトバンクも電通ももうみんな OK です、みたいな。
僕はフジテレビに流せないと思いますよ。大丈夫ですかそれ。大丈夫です。何とかしますって言うから、じゃあやりましょうかって言って、僕2本も撮ったんですよ、CM。ソフトバンクのお父さん犬のファミリーの人たちと撮って、ギャラいくらだったかな ?500 万ぐらいもらったんじゃないですかね。2本で500万ですよ。ほんとちょっとだけで、ほんと何秒かしか出ないのに500万円もらえるし、現場はもう本当に控え室とかも、めちゃくちゃ豪華な弁当何種類もあって、ケータリングのコーヒー屋さんとかね、そういったものがスタジオに来てたりとかして、ものすごいエキストラとセットを使って、さらにギャラ僕レベルで500万円もらえるってすごくないですか？広末涼子さんだと多分4、5000万とか、もっとかな、ギャラもらえると思うんですよね。だからやっぱりね、その芸能事務所的に言うと、この CM の企業 CM の仕事ってやっぱ美味しいから取っちゃうんだよね。まあでも、ネットフリックスレベルになるとですね、やっぱり数千万円のギャラね、もらえると思いますので、まあ女優さんもね、働き方、こういったそのグローバルな映像作品だけにしてですね、CM とかの比率を減らしていけばね、不倫しようが何しようが全然 OK みたいな。まあ今回やっぱり一番特攻してんのは、塩の鳥羽シェフなんじゃないですかね、愛してる涼子なんてね、デアミーもあれ多分暴露したのキャンドル・ジュンさんなんでしょうけども、うん、あんな手紙が来て、昨日焼き鳥達人の会っていうね、東京中の焼き鳥屋さんが集まるすっごいイベントがあったんですけども、例のね、多目的トイレの、渡部健さんも、いらっしゃってましてですね、鳥達の、被り物があるんですけど、焼き鳥の被り物を被ってですね、ニコニコしてましたけれども、まあね、やっと彼も不倫から復活して、また活躍しそうな感じになってますけれども、まあ地上波なかなか出れません、みたいな、うん、まあ CM 地上波、こういったものに対する憧れがまだ抜き切れないんでしょうけれども、まあネットフリックスとかですね、そういったところで勝負するようになればですね、そんなもう不倫だろうが何しようが全然、痛ではないと。鳥羽シェフの店はもうこれからウハウハなんじゃないですか？企業とのコラボ案件みたいなものはですね、なんかコンビニコラボ案件とかそういったものなくなるかもしれないですけど、大したね、ロイヤリティもらえないですからね、コンビニのコラボなんてね。弁当プロデュースしたとか言ってもね、大した値段じゃないですよ。だって、某有名店のですね、ラーメン、もうカップラーメン、100万食出たって言ってもね、1個あたりいくらロイヤリティもらえるんですかって、いや3円です。いや3円だったらそれさ、100万食売ったって300万円じゃないですかと。お店で普通に商売してた方がいいんですよね。ああいうの結局知名度アップにしかならないんで。まあそういうこともありまして、ね、キャンドル・ジュンさん、やっぱこう、一番そのね、痛手をこむってるのはキャンドル・ジュンさんですからね、もう広末涼子の旦那っていう以外にですね、全然セールスポイントないわけですから、まあこれは必死になって、アピールを、もうここぞとばかりにアピールをすると、もう、なんとね、その鳥羽さん、鳥羽シェフの前にもですね、若手俳優と浮気をしていたんだけれども、なんとかもみ消しましたみたいなことまで暴露しちゃって、大丈夫？みたいな感じなんですけれども。